額面200リーブルのアッシニア。非常割引金庫発行と記されている番号などは、手書き額面500リーブルのアッシニア。肖像は、ルイ16世1791年11月、発行後リーブル紙幣の名前でも知られる。額面15ソルのアッシニア。計算法が異なるためやや複雑だが、3、4リーブルを意味する額面もリーブルのアッシニア額面。 ゴリーブルのアッシニア額面100フランのアッシニア。アッシニア紙幣には国有地を抵当とするという文言が額面に表記されている。アッシニアとは1789年12月19日から1796年3月10日までの間、フランス革命期のフランス及びその姉妹共和国で使用された紙幣である。もともとは土地再建で利子付きであり、 担保も設けられた交際であったが、歳入と成果の著しい不足から、俯瞰紙幣として強制流通されることになった。しかし激しいインフレを引き起こして、経済と革命とを大混乱させ、最終的には廃止された。カナ表記は、言語の発音に、忠実なアシニアのほか、アシニア、アッシニアともされる。アッシニアとは、もともと、アシニアシオンという、 支払いに充当することを意味するフランス語からの造語で、為替手形であり、一定の収入を提当とする再建であった。当時のフランス人の生活においては、この種の有価証券はよく見られた一般的なもので、旧体制で将来の税収を担保にした徴税受け負い人手形と同じような、あるいはもっと確実なものと当初は見なされた。しかし憲法制定国民議会が、 同時に銀単本位制を導入したこともあって、アッシニアは成果に対しては、初めから不利な取引となった。そして、政府信用の欠如、革命戦争の勃発、過剰な図をイギリスによる政策的な偽札の大量密輸など、様々な理由から、人々は紙幣を信頼しなくなり、インフレを引き起こした。これは成果を多く持てない市民の生活を逼迫させ、 ブルジョワジー支配の政治への強い不満の原因となり、特に商業への不信感を募らせ、革命を極左化させた。公安委員会政府は、統制経済で抑制を図るとともに、成果を回収して、輸出入を取り締まり、アッシニアを強制流通させて、唯一の政府紙幣とすることで沈静化を図った。これらは一定の効果があり、最大約5分の1まで減価した。 アッシニアは一時的に半分ほどに回復した。しかしテルミドールのクーデター後、自由主義経済に戻ると、通貨政策は再び崩壊し、アッシニアは1795年にハイパーインフレを起こした。総裁政府は増刷に増刷を重ね、紙幣の信用は失われて経済は破壊された。通貨単位をリーブルからフランに変え、さらにデノミネーションを行ったが効果はなかった。 発行総額は、ついに450億フランにも及び、最高時には340億フランが流通していた。アッシニア増殺依存の悪循環から抜け出す最後の策として、政府は1796年3月10日に、アッシニアの廃止を決断し、これ以上すれないように、増幣工場の印刷版を破棄した。しかし、財政難のためにアッシニアの召喚は、先送りされたため、 結果として、金属化は極端に不足し、一部では外国化までが使用される始末で、経済は混乱した。財源のない政府は新紙幣としてマンダ・テリトリオを新たに発行して、これとの交換という形で市場からアッシニアの全面回収に着手した。しかしマンダ・テリトリオは、紙切れ同然となったアッシニアを大量に保有する裕福なブルジョアジーのために、 国有地と交換する権利を付与してやったに等しい行為であったのでバブーフの陰謀に見られるように国内の激しい反発を招いた。このために1797年2月7日にマンダテリトリオも廃止された。アッシニアは価値を失っていたが、回収は総裁政府が倒れるまで続けられた。ブルメールのクーデターの後、フランスは成果に逆戻りし、東領政府においては、 金銀副本位制が導入された。新政府は旧総裁政府の負債9000万フランの大部分の引き継ぎを拒否した。債務不履行による破産政策は旧体制から続くフランス政府の債務削減の上等手段であった。ナポレオンは紙幣を好まず、彼の知性では新紙幣は作られなかった。フランス王室財政の危機がフランス革命の直接の引き金となったが、 革命以後もそれは改善するどころかより一層深刻化した。ネッケルは財務長官に復帰したが、すぐに無力ぶりをさらけ出したからである。革命はフランス国家の信用を低下させたので、彼が発行した3000万リーブルの交際には、改定がつかずに、わずか250万リーブルの応募があっただけだった。財政は割引銀行からの借款、つまり、 公衆に貸し付けることができなかった公債を銀行家に引き取らせて強制流通させることによって国庫の不足を肩代わりさせていた。しかしすでに銀行券は1億1400万リーブルも発行されており、そのうちの2750万リーブルは無担保で、信用菓子は国家の保証に依存しているのみで、金銀会の保有額は法定限度の4分の1以下まで減り、 これ以上は割引銀行から資金を捻出させることは不可能であった。ところが民衆への食料供給のためにすぐに外国から大量の小麦を買わねばならなかった。また1789年8月4日の夜の宣言で間接税が廃止されて歳入は減少したが土地台帳の不備でそれに代わる新税の徴収がうまくいっていなかった。 税は順調に徴収されたとしても5億リーブルに満たなかったが特権廃止の保証で直接的に負担は10億リーブル以上も膨らんだ。債務総額は累積分と合わせて42億6200万リーブルにも及びその利子だけで年に2億6200万リーブルと計算されたのに11月2日に協会財産国有令の結果及びその後の法令で 国家が払うべきとされた、教会礼拝額として7000万リーブル、僧侶たちへの年金5000万リーブルが、さらに歳出に加えられた。ブルボン王家の所有する貴金属はたとえすべてを、いつぶしてもこれには遠く及ばなかったので、このように膨らんだ支出に対応するには、紙幣の発行以外に、方法はなかった。11月14日、ネッケルは、 割引銀行を国立銀行とすることを提案した。これによって資金運用を円滑にし2億4000万リーブルの国家保証された新銀行券を発行しようとしたのである。しかし憲法制定議会はジョン・ロゴのシステムの失敗を思い出してこの提案を退けた。支払い能力のない国家では保証がないのと同じで保証の内心紙幣は価値を持たないと考えたのである。 一方で、紙幣の発行は避けられなかったので、1ヶ月前のタレーランの提案が思い出され、活用が棚上げとなっていた、国有化された、協会土地財産の売却益を担保とすることが決議された。1789年12月19日、憲法制定議会は、財産管理機関として、非常割引金庫を立ち上げた。手始めに、年金支払い宛ての財源として、 発行額4億リーブルとするアッシニア紙幣の発行を始めた。これは200リーブル、300リーブル、1000リーブルの3種類の土地再建で利子が5%ついていた。販売対象は投資する特定の資本家で一般向けではなかった。第1回のアッシニアは回収予定も立てられていて、そもそも支払い財源となる境界土地財産というのは 評価額30億リーブルは楽にあったので非常に控えめな発行額であった。しかし当時はまだ教会の土地に僧侶たちが住んでおり、抵当権が取り除かれていないので土地の売却の見込みが立たないという理由で買い手はなかなかつかなかった。アッシニアの流通がうまくいかないことがわかると資金繰り見通しの不安から割引銀行の銀行券の価値は大きく下がり、逆に 累金貨には三十数のプレミアムがついた。そこで議会は第一回発行のアッシニアを廃止して土地と交換可能な打艦紙幣のような新しいアッシニアとして再発行することにした。七百九十年四月十七日に発行された第二回のアッシニアは三百リーブル、千リーブルの高額の補助紙幣で利子は三パーセント以上はつけられず利息は年末に 最後の所有者に支払われ、途中の所有者にも、転売の際に日割り計算で、保有期間の分が価格に割り増しされて支払われる予定だった。土地打艦ということは、実質的には土地の売却と同じだったが、目に見える保証がついたことで、アッシニアは信用力が増し、確かな紙幣として流通し始めた。こうなると議会はこれで負債を返済しようと考えた。宙に浮いていた。 教会土地財産の売却を一気に進めることもできるはずだった。もはや利子は必要なかった。利子があることで、負債はいつまでも残り続け、実際の不動産の売却も阻害されると考えられたからである。評決の結果、518票対423票で、紙幣としてのアッシュニアの創設が決まった。七百九十年九月十九日、無利子。 アッシニアが発行され、発行額も12億リーブルまで増やされた。今度は積極的に国家債務の償還に充てられるようになった。ところが購入者は年譜で1割を払えばよかったため、1年間の歳入の増加は最大でも1億2000万リーブルに止まった。アッシニアは本来は支払いが完了して国庫に戻ったらば焼き捨てられる臨時支配であったはずだが、 この計画では少なくとも12年間は流通し続けることを意味した。発行はその後も続いたので、焼却期間はさらに長くなって、次第に全く見通しが立たなくなった。バーゼルでのアッシニアの成果との交換レートアッシニア紙幣は成果に対して価値が弱いという問題は、ピエール・サミュエル・デュポンド・ヌムール・ギ員ンらによって発行前から指摘されていた。しかしミラボーラは、 この懸念を一周し、政府は、軍隊や官僚などの給与支払いに、駅銀貨のような定額効果をすぐに大量に、必要としたので、成果を回収するためには、むしろ率先して損をしてまで、アッシニアと交換した。ルイ金貨とアッシニアの取引書は政府に、許可されて上場され、登記が始まった。プレミアムは最初は6から7%であったが、すぐに10%。 15%、20%と増えていった。政府は成果の回収を優先し、この合法的なインフレを放置した。十分な強制通用力を与えられていなかったので、利用者が選択すればいいという程度だったが、これは明らかに見込みが甘かった。流通量の増加は、アッシニアの価値を急速に下落させた。 憲法制定議会は1791年5月18日に6億リーブル、翌月には5リーブルの小学紙幣で1億リーブルの追加バレンヌ事件の前日の6月19日には様々な額面で計4億8000リーブルの発行を許可した。フ不アン派が主導した立法議会は旧体制の再建の召喚に忠実で生産のためにアッシしアと国家再建が 次々と発行された。12月17日に3億リーブル、翌1792年4月30日に3億リーブルと増殺し、この間に回収できたのは3億7000万リーブルに限られた。さらに5月17日には9億8000リーブルを増殺した。ジロンド派の内閣の財務大臣、エティエン・ヌクラビエールは乱発に制限を加え、 発行と回収のバランスを取ろうとしたが、議会に拒否された。議会は、しばらく一般消費者に流通する小額の補助紙幣の発行に躊躇したが、当時のフランスでは増加の一途をたどった亡命によって、海外に成果が流出し、銀貨や銅貨という小額の効果こそが極端に不足していて、小額のアッシニアの発行もまた避けられなかった。ジロンド派は、 亡命貴族と王族の財産を没収する法案を可決させ、貴金属を押収しようとしたが、今度は国王の拒否権にあって施行できなかった。これを補うためにはもはや小学紙幣をさらに増殺する以外にはなかった。高額ア圧シにあと、小学圧シにあとの間にもプレミアムが発生した。1791年から発行された50、25、15、10、 ゴリーブルの各紙幣はより高額なアッシ,ュシニアとの交換で額面が高い方にプレミアムがつき、小額なほど不人気だった。一方で議会が小額のアッシ,ュシニアの発行に躊躇していた間にも小額の取引は必要であったので、大商人や銀行家は議会を真似して個人で一数同化などを鋳造したり、おのの銀行が独自で定額の信用紙幣を発行し始め、 一般消費者に流通させていた。対立する紙幣の登場はそれだけでアッシニアの価値を貶めたが、商人や銀行家たちは、補助通貨や信用紙幣との交換で集めたアッシニア資金を先物取引などの投機市場に投じたり、値上がりを予想した物資を買いあさって倉庫に貯蔵した。いわゆる買い占め人の登場である。これによって物価はますます高騰し、 アッシニアの価値は、ますます下がった。暴利を得た買い占め人がいた一方で、いくつかの銀行や何人かの投資家はこの時に、失敗して破産したが、その信用不安もアッシニアに還元された。1792年は、久しぶりの豊作であったにもかかわらず、農民も小麦を市場に出して下落する、アッシニアと交換するより、取っておく方を選ぶようになった。こうなると供給不足は、 物価の高騰を加速させ、相互作用の悪循環を生んだ。アッシニアの下落もパンの不足も、これを受け取る賃金労働者など、サンキュロットにとっては大迷惑で、市場には高価価格とアッシニア価格の二つの値札がすぐに登場した。アッシニアの下落は市民生活に直接被害を与えることになり、サンキュロットは商人への怒りを募らせていった。 公安委員会は、エベール派の圧力を受けて、1793年に、一般最高価格法を導入したが、これは原価に対しては、効果がなかった。アッシニアは、未売却国有地の収穫物をも、低等としていたので、一般最高価格法によって、農産物の価格が抑えられると、低等価値が制限されるだけでなく、国有地に、買い手がつかなくなる恐れがあったためである。 戦争が始まる前の段階で、市場には35クリーブル以上のアッシニアが流通していた。すでに教会財産の大半は売却を済ませていたので、1791年11月9日に成立したがその時は、国王拒否権で施行できなかった亡命者処罰法による没収財産が財源とされ、さらに丸太騎士団の4億リーブルも摂取されて、 予備金とされた。しかし革命戦争が始まると軍事費は莫大な額となり、対して期待した占領地での臨時税は微々たるものであったので、さらなるアッシニアの増殺が必要となった。1792年の最後の4ヶ月だけで32億3700万、リーブル。1793年は36億8600万、リーブル。 1794年は41億9000万リーブルが発行された。これは担保割れの状態であり、こうなるとアッシニアの価値の下落には歯止めがかからなくなった。1792年の春、アッシニアの原価は国内では25から35%であったが、外国為替市場ではすでに50から60%に及んだ。 すでに、ネッケル時代に、アメリカ独立戦争の戦費調達で国債を外資に、大量に販売していたため、旧体制債務の支払いで、アッシニアが外国でより多くダブついていたからである。その後、貴金属貨幣の売買が禁止され、為替や手形その他のすべての証券を市場で取引することを禁止して、アッシニアの強制通用力が強化されたが、必要から、 闇取引が横行して原価は収まらず、1793年末には、国内での原価は65%に及んだ。テルミドールのクーデターが起こるまでの間におよそ110億、リーブル以上のアッシニアが流通していたが、この間、回収して焼き捨てることができたのは、1793年に8億8100万、リーブル、1794年に20億リーブルに、止まった。 他方、外国の陰謀もアッシニアの下落を助長した。コブレンツに逃げた亡命貴族の中に元財務総監カロンヌがいたが、彼はルイ16世の信任を受けて反革命運動を行っていた。その策傍として、工場で大量のアッシニア偽札を作って市場に投入し、革命政府を崩壊させる意図でばらまいた。この偽札政策は後にはイギリスにも継承された。 1794年まではフランス国内で偽札が印刷され、反革命の資金源となったが、弾圧を受けて、翌年からは印刷場所をロンドンに移した。オッシュ将軍が阻止した1795年7月16日から21日のキブロン上陸の時には、このロンドン産の数十億の偽アッシニアが押収されたが、皮肉にもこの頃には、 価値の下落のスピードの方が速く、偽札は効果を発揮しなくなっていた。フランス革命では、財政問題は、憲法制定議会、立法議会の内閣及び、国民公会の臨時行政会議、総裁政府を通じて、ほぼ一貫して、財政委員会で討議され、議長を務めたジョゼフ・カンボン、ドミニク・バンサン・ラメル・逃れのような平原派または、 マラルメのような中道的な立場の議員らによって主導されていた。中間の派閥はすべての議会で最多数派を構成し、彼らは革命を支持するブルジョワジーの代弁者としての背景を持っていたが、同時にブルジョワジーは一枚版ではなく、その利害は多様で、対立と分裂を繰り返す政局では日和み的態度を取ることが多かった。立法議会では、カンボンらは、 アッシニアの乱発はできれば避けたかったので、ジロンド派と協力して、発行量を制限するために再建を精査して、疑わしいものは支払いを停止しようとした。しかし、旧特権階級に属する上流ブルジョア G の利益を代表するフイアン派は、旧体制での再建の召喚を優先して、決定は議会で覆された。これは、旧体制に根付いた、 既得権益が圧死に上げ落の危険という国益の基存よりも優先された結果であった。しかした方では、ジロンド派は海戦に踏み切ったので、前日のように軍事費が緊急に必要になった。財源不足により、1万リーブル以上の国庫再建の償還は一時停止された。 カンボンは1792年11月の予想収入は2800万リーブルに止まり、支出は1億3800万リーブルであろうと公表し、さらに翌12月は軍事費だけで3億2800万リーブルも必要になった。もともとは債務の償還のためのアッシニアであったが、今や償還はストップされ、赤字支出の補填のために増殺されることになった。 もはや本来の目的を外れたアッシニアはどんどんすられ、その価値はどんどん下落していったのである。現在の食料価格高の真の原因と題するギルレイ作の風刺が8月10日事件後、国民公開になって、不意安派は一掃されるが、今度はジロンド派と山岳派との抗争が始まった。3キロット勢力の突き上げを受けた国民公開はアッシニア下落への対策を求められた。 そこでカンボンは、1793年4月8日、アッシニアの強制流通、受け取り拒否への罰則、貴金属の国外持ち出し禁止、貴金属の売買禁止、証券市場取引の禁止の5つの方針を提案した。ジロンド派は、商業の自由の侵害であると反対したが、4月11日に強制流通法案は、可決された。以後、貴金属の売買は、 金庫6年の実刑となり、アッシニアの受け取りを拒否した者には、同額の罰金が課されることになった。しかし強制流通だけでは、増発されたアッシニアの信用力を回復することはできなかった。カンボンはこの時の国有の流動資産を46億、リーブルと評価していたが、流通額とバランスを取る必要があった。国内の信用力の低下に対して早く紙幣を回収して、 インフレ抑止策を講じるべきであるという山岳派の予定からの主張が再び議題に上がった。ジロンド派は抵抗したが、内務大臣がラーの元には視察官から、ブルターニュ地方の農村部では、農民が王の肖像が入っている旧アッシニアを買い占めて、共和国の新アッシニアは強制された場合でなければ、 受け取らないという事態が発生していると報告を受けるなど、混乱は思いがけないところで波紋を広げていた。5月20日、ラメルは10億リーブルのアッシ,ュシニアを回収する、累進強制交際を提案した。これは、年収600リーブル以下のものを免税とし、年収1600リーブルまでのものには50リーブル、年収2600リーブルまでのものには110リーブル、 年収3600リーブルまでのものは210リーブルを課すという具合に、累進税率の交際を強制的に割り当てるものであった。カンボンもこれに賛成して、富裕者から革命のための資金を一時的に提供させる愛国的な革命税であると主張し、産学派の面々も口々に賛意を示した。ジロンド派はこれは、3キロットは1銭も払わない富裕者を標的にした。 不平等な法律であると激しく反対したが、結局法案は内容が曖昧なまま原則のみで可決された。起こったジロンド派は12人委員会で山岳派を抑えようとしてエベール派が先導するサンキュロットの放棄を誘発し、それで失脚することになった。また請求なパリコミューンは監視委員会に命じて24時間以内に、 強制交際を徴収するように勝手に指令を出したが、リヨンでも、デュボア・クランセラ3名の派遣議員が、強圧的な方法で3000万リーブルを超える徴収を行って、市政の反乱を引き起こした。ジロンド派追放後、山岳派と平原派で6月22日に、累進強制交際の課税最低限を、年収1万リーブルに引き上げる修正案を可決した。これで、課税対象は、 完全に裕福な金持ちに限定されることになったばかりか、累進税率は地方自治体や派遣議員の裁量に任されることになったので、経済テロルが始まった。また少数の派遣議員や自治体の長に極大な権限を与えたために、保釈金目的で金持ちの家族を逮捕し、革命税を取るという汚職や不正も広がっていった。また7月、 前述の値上がり傾向を見せていた、ルイ16世の肖像が印刷された100リーブル以上の旧アッシニアから、強制通用力を奪い、非種兵化して、約6億リーブルが流通から排除された。それらは今後は納税と、国有財産の支払いにのみ使用を許されることになった。八月十四日、カンボンは、有価証券がアッシニアと競合して、下落に拍車をかけているとして、 割引銀行や生命保険会社などの株式会社の解散を命じた。会社に対する厳正な課税の方針に改められたのもこの頃で、インド会社汚職事件が明るみに出た。ジロンド派だけでなく、ダントン派とも結びついていた雇用商人でスッパニャックの逮捕によって、粛清へとつながる激しい内紛が山岳派とエベール派で始まった。インフレが深刻化すると、アンラジェや、 エベール派が台頭し、革命は極左的傾向を見せるようになったが、一般最高価格法や強制調発による恐怖政治の統制経済は一時的な安定をもたらした。紙幣の増発を続けていたにもかかわらず、下落は1793年9月には止まり、11月からは上昇に転じたからである。11月26日に可決された、 貴金属流通の禁止によって、アッシニアの強制流通が徹底され、さらに相次いで、亡命者親族財産、敵国外人所有財産、死刑判決受刑者財産、新選領地ベルギーの貴族と、協会財産が没収されて国庫に編入されたことで、信用力が高まり、12月には代替額面の半分までに回復した。しかし強制的な価格設定と挑発は、 長期的には物資不足に拍車をかけるという矛盾した結果になったのでしばらくするとまたアッシニアの下落が始まり1794年の春には食糧危機が再燃したまた貴金属流通の禁止と貴金属をアッシニアと交換するという派遣議員らの強制措置は単に全国的な金銀の引得を加速させ腐敗の温床となり 地下経済を成長させただけであった。これらの社会政策的な対策として、バントーズ法を実際に施行しようとし、かつ、派遣議員の腐敗の粛清を目指したロベスピエール派が、山岳派主流派から分裂して、平原派が校舎へと倉害したことで、クーデターへと発展した。テルミドール反動が始まると、国民公会は、ブルジョワジーの側が有力となって、 商業と産業の自由が復活することになったが、これによって経済の状況はますます悪化した。12月24日に一般最高価格法が撤廃され、12月27日にはボワシダングラによって統制の解除が宣言された。1795年1月31日には外国貿易禁止も撤廃された。これによって食料品と賃金、 消費物資の物価が急激に値上がりした。テルミドール派は1795年1月に一気に70億リーブルのアッシニア発行を許可し、アッシニアの価値は1月だけで10.5%下落した。以後も下がり続け、陶器が盛んになったことで、3月末のジェルミナールの暴動の直前には、額面100リーブルのアッシニアが実質価値12リーブル15数となっていた。 これは3月の1ヶ月間だけで46.5%も下落したことを意味する。9月には額面100リーブルの実質価値はわずか3リーブル15、2であった。総裁政府のハイパーインフレ対策は印刷機のフル回転であったから、減価すればするほど発行量は再現なく増えていき、発行量が増えるほど減価は進んだ。 5月には流通口は114億リーブルに達し、国家の流動資産は多く見積もっても150億リーブルと評価されたが、年末までにはその倍の300億リーブル以上もの大量の紙幣が流通していた。この時、国内で物資が欠乏していたわけではなかったが、異常な物価口と投機、買い占め行為が経済を麻痺させた。経済が破綻した総裁政府機には、 貧民の放棄が相次いだが恐怖政治機と違ったのはこれを軍隊が鎮圧したことであった。諸制度はジロンド派追放以前へと戻され、プレリアールの放棄が鎮圧された後にはブルジョワジー支配の復権はより明らかになった。山岳派は壊滅し、ドーハと関係が深いとみなされた政治家たちが次々と追放された。財政委員会でも官房が失脚し、 ジャンジョゼフ・ジョアノに指導権が移った。パレロワイヤルのアッシニア両外書1795年4月7日、国民公開末期において、従来のトゥール・リーブル化に代わって重心法を用いる、フランを通過単位とすることが決まった。これに伴い、新アッシニアも、学面表記がフランとなったが、旧舎兵も依然として流通していたので、リーブルとフランは混在することにもなった。 4月15日、株式市場が再開され、国債の利子支払い停止や3000リーブル以上の年金の切り捨てといった政策は撤回され、支払いが再開された。4月26日、処刑されたジロンド派議員の遺族には、年2000フランの救助金が支払われることになった。5月4日、すべての商業取引所が再開された。6月2日、 国有財産を成果を基準にして売却することが決められ、1790年時の年収の75倍を払うという条件で競売なしの非常に低い価格でブルジョワジーに売却されるようになった。6月9日、革命裁判所の裁定及び万頭図法で没収された秘書経営者の財産をその相続人に返還する法令が可決された。6月21日、 アッシニアを2、25に切り下げるデノミネーションを行った。100フランアッシニアが8フランアッシニアと同額とされたが、これはインフレを追認するものであり、物価の冒頭とインフレは逆にさらに拡大した。紙幣の維持は事実上困難であったことから、7月22日に締結されたバーゼル条約でスペインとの講和が成立したことを受けて、8月15日、 フラン銀貨を基軸とする銀本位制が復活され、再び通貨が表経済でも流通を始めた。10月26日、総裁政府が動き出した時、アッシニアのインフレーションは末期症状に達していた。24フランの累金貨は取引所において相場価格2500フランアッシニアを示し、1時間ごとにその値段は更新されていたから、 4日後には3400フランアッシニアになっていた。1795年10月30日の100フランアッシニアは73チームの価値しかなかった。総裁や議員、政府幹部への報給の現物支給が始まり、租税と小作料も半分は現物支払いとする命令が出された。しかし現物を受け取れない公務員の中には生活に困窮する者が現れ、 生活のために不正や汚職が横行するようになった。その後、公務員の俸給はインフレ率と同じだけ昇給されるように改められ、優先的に配給を受けられたが、アッシにアしか受け取れない家婦や退役兵といった年金生活者は極貧状態に陥った。悪いこと2795年は、現当で18世紀中で最も低い平均気温を記録した。 配給にありつけなかった多くは餓死した。アッシニアの価値があまりに下落したため、経済はその後も麻痺状態が続き、全国で抗議のストライキが頻発した。これはアッシニアの印刷工場も例外ではなかった。国民公開は最後の日である1795年10月25日にジャン・フランソワ・ルーベールによって発議された。 連帯責任性の厳しい罰則を含む新しい戦争税法案を可決させていたが、総裁政府は全国的な反対にあって実施できなかったので財源不足に陥った。500人会では貧困層を支持基盤とする左派は革命紙兵の立て直しを望んでいて、再び恐怖政治時代のような累進課税を提案したが、 富裕層を支持基盤とする右派の反対にあって否決された。そこで、左派は流通する三百億フラン分のアッシニアを十億フラン分の抵当権と三パー3%の立資付き約束手形で交換するデフレーションを提案した。これは五百人会は通ったが、元老会で否決された。十一月二十一日、ともかく無価値なアッシニアで国有財産がこれ以上奪われるのを防ぐため、 国有財産の売却が停止された。12月6日、当座の運用資金にも困った総裁政府は財政の緊急再建に関する総裁政府の覚書を500人会に提出した。ここに提案されたのはラメルの案で6億フランの成果を生み出そうという強制債権であり、当初の計画では全納税者の5分の1を12等級に分けて100フランから1200フラン。 負担させるものであった。500人委員会は、対象者を全納税者の4分の1に拡大させ、16、等級都市、50フランから1600フランまで負担させる修正をして可決し、元老会もこれを承認した。この強制再建の領収証は、他のすべての税の納税証明とみなすこととされ、前述の戦争税は施行されることなく廃止された。しかし、 強制債権の収入を実際に政府が手にするのは、まだ先であったので、その間までのつなぎとして支払い命令上一種の国庫証券として発行し、前借りしたが、総裁政府に対する不信は相当のものであったので、これもみるみるうちに下落して、翌年1月には35%、3月には80%下落した。この地に落ちた。 総裁政府の信用を多少なりとも救ったのが、直後に始まるイタリア遠征でのボナパルト将軍の勝利とイタリア諸法に課した高額の金品、美術品などの賠償金の獲得であった。12月14日、アッシニアのこれ以上の下落を阻止するために取引所が約1年を経て、再び閉鎖された。12月23日、アッシニア紙幣の新規発行を停止した。 12月27日の法令では、納税は税額の半分を成果で、残り半分は1対100の比率で、アッシニアで払うこととされた。これは、アッシニアの流通価格を法定価格の100分の1と法律で認めたことを意味し、バブーフは5民間市場でアッシニアに最後のインドを渡す行為であると激しく批判したが、一方で市場価格よりも約10倍は、 高いレートであったので、高額納税者には有利な最低でもあった。国内では依然として成果は不足しており、総裁政府は新しい紙幣を模索し始めた。そこで、振出し銀行を創設して、国家がこの銀行に定量の国有財産を担保として提供し、それを元に発行される銀行券を流通させ、振出し銀行に毎月国家に 成果で2500万フランス相当を返済させるという計画を打ち出した。この法案は500人会を通過したが、初新聞が銀行家が国家を乗っ取ろうとしていると騒ぎ立てて猛反発したために、元老会で否決されて頓挫した。他方で強制再建の取り立てが始まると、様々な弊害が発生した。この新税を負担する納税者リストの作成は、 検討局に任されていたが、公平には行われず、旧ジャコバン派に過重に負担させ、保守派や旧王党派の負担は軽減された。不詳不詳、取り立てを実際に行わなければならなかった、市町村当局は、理由をつけて意図的に業務を遅延した。最速に来た、政府委員は、脅迫を受けたり、中には殺害された者もいた。アッシニアは下落し続けていたから、待てば待つほど、 納税負担は減ったからである。そしてようやく徴収できた頃には集まった額は政府の期待をはるかに下回り必要の半分しか集まらなかった。アッシニアはもはや紙切れ同然であった。総裁政府はアッシニアを完全に諦め1796年2月19日バンドーム広場でこれ以上すらないことを誇示するためにアッシニアの印刷銅板を囚人監視の下で 焼却した。そして3月10日にはアッシニアの廃止を宣言するに至った。国庫に残っていた15億のアッシニアも焼却された。しかし貨幣としての機能を失って流通する340億フランのアッシニアは未回収で残された。3月18日、総裁政府は新紙幣としてマンダテリトリオを新たに発行してアッシニアと交換させることで、 その改修を目指したが、これもやはりインフレを起こし、土地競売でも社会問題に発展した。1797年2月7日、1年持たずにマンダテリトリオは廃止された。1797年3月21日より、紙幣の流通は法律で禁止されたが、総裁政府は全ての紙幣を失うわけにはいかなかったので、アッシニアの廃棄を徹底させず、 意図的に回収を遅らせていた。4月4日、共和国5年の選挙で、応答派が躍進したことから、6月23日、受け入れ化しいた要因は、国家の負債を整理して、1791年1月1日、以前に契約されたすべての旧体制の負債は、全面的に返済すべきことを規定し、残りの負債については、各県の圧シにや公定相場に応じて支払われる。 ことを定めた。フリュクティドールのクーデターで両院から応答派が追放された後、1797年9月30日、財務大臣、ラメルの提唱する交際3分の1課政策が採用された。これは、旧体制より引き継いだ負債の3分の1については、債権者は成果で支払いを受けられるが、残りの3分の2については、国有財産で当てるとして購入用に、 約束手形か、アッシニア、マンダテリトリを支払い命令書、あるいは3分の2再建のいずれかで支払うこととして、その受け取りを強制するというものであった。この結果、政府債務は4分の1近くに減少し、一方で、債務者も3分の1は、成果を確保でき、かつアッシニアの当面の流通を堅持できるという意味で、ネオジャコバンからも、好意的に評価された。 しかし3分の2再建での国有財産買取は実際には行われず、換金相場もすぐに暴落したことから3分の2破産政策とも揶揄されるようになり、再建者に不満が残った。これは総裁政府をブルジョワジーが見限った原因の一つであった。いずれにしてもこのような事情でアッシニアの回収、破棄は父として進まなかった。総裁政府末期には 成果経済になって、通貨供給量が急激に減少した結果、デフレーションが進行する逆転現象が起き、アッシニアは消滅しても、なお市民生活を逼迫させた。フランスの自由とイギリスの霊属と題した、ジェームズ・ギルレー作の風刺が、草の根をかじって、上をしのぐ極品のサンキュロットと大きな肉を食べ声太ったジェントルマンが、皮肉を持って退避されている。 アッシニアが革命を破局に導いたのか、それとも革命がアッシニアを破局に導いたのか。これは今日も議論され続けているテーマである。見てきたように、アッシニアをめぐる政策は多かれ少なかれすべての党派の失脚の原因であり、アッシニアは革命を象徴する最も中心的かつ重要な課題であった。もともと旧体制の債務を召喚するための 限定的な土地再建であったアッシニアは甘い見通しのもとに紙幣化され、成果の欠乏によって無限の量の紙幣に財政を頼るようになると無計画な増殺、亡命貴族による貴金属の持ち出し、戦争によって必需品を購入するために成果が国外に大量に流出し、国内でインフレはコントロール不能に陥った。海上貿易を支配するイギリスと銀の 供給源であったスペインという両大国とフランスが同時に戦争を始めたことは過去にほとんど例がなかったので戦争がアッシニアに与えた影響は巨大であったがアッシニアのおかげで共和国は100万の人間を武装化させ戦況を逆転することができたし国内でも減価したサンリーブルの日当を支払うことで3キュロットたちに革命の監視を任せその推進力とすることができた その意味では、アッシニアは、革命とその運命を強く結びついていた。中立国との交易では、実は巨額の利益が発生していたので、市民の貧窮を度外視すれば、これらのことを考えた時には、アッシニアの下落は、付随的事象に過ぎなかった。ラメルが言ったようにまさに、アッシニアは革命をもたらし、王位を覆し、共和国を打ち立てたのである。このようなアッシニアが、 約10年にわたって流通したのは、諸通貨制度の創設者と受益者との間に、個人的利害の一致があったからで、その点において、彼らは少なからず共犯関係にあった。もし、アッシニアが素晴らしい儲けを生まなかったならば、もっと短命に終わったのではないかと考えられている。アッシニアの問題は、紙幣が共和主義の道具であるとされた。 恐怖政治の脱線の後で最終的には旧体制の債務の解消という本来のところも戻るわけであるが同様に膨大な負債を抱えていたイギリスが紙幣を全国流通させて勝ち残ったことから考えて負債の額そのものはマクロ経済の観点からは必ずしも問題ではなかった。統領政府以後フランジェルミナルという新化兵制度のもと悪化の回収や 債務解消が積極的に行われた結果、革命前後に発生した公的債務問題は、ナポレオン体制下で、概ね解消されつつあった。低世紀のフランスでは巨額の負債を抱えながらも、独立した中央銀行となったフランス銀行や、会計監査員などが整備されて透明性と、確かな政府が実現したことで、むしろ経済は、比較的安定していたことは、 その傍傷となるだろう。しかし、結果論から言えば、イギリスの安易な模倣に走ったことが破綻の本質的な原因であるというのも事実で、経済戦争という点において、フランスがついぞ、イギリスに勝てなかった理由でもあった。ありがとうございます。